こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、猪狩周平です。今日はテレビやネットでは絶対に聞けないインタビュー第2弾。自己紹介お願いします。これで向井正人です。いやーい、来ましたね、正人。やっぱこのチャンネル、正人来てくれないとね。そうそう、来るでしょ。ありがとうございます。ぐいぐい食い込んでいくから、全部答えていただけます。まあでも俺、あの自伝を出す時のために取っといてるネタがいっぱいあるから。あ、そういうのあんの？あるわけないじゃん。どういうの？やばい、名古屋城でバレつらい。あ、分かれへん。むずいじゃん。まあ今日は、あの俺が考えてきたインタビューもあるし、実はね、お客さんからもね、募ってたんですよ。また今回も。そうなんです、最初は俺の質問をやらせてもらって、後からお客さんの質問もやっていこうと思いますので、覚悟してください。はい。なんかちょっとやる気ない。いや、なんか変われてるよな。ちょっと何気に入ってんのかな。最初はもう、すっごい簡単な扱いなんで、もう一問一答です。はい。2秒で答えてください。え、一問一答？はい。身長176cmです。体重64kg。血液型O型です。足のサイズ27.5。経験人数だいたい5問目ぐらいから来るから、これ嘘やん。おお、こんなん答えてくれんの？あのいきなりドシモネタでもいいですか？マサトってハーフやんか。アメリカと日本のハーフ、はい、やっぱさ、俺らのイメージするアメリカ人はやっぱすごいわけやんか。そうやね、確かに。すごいけどふにゃふにゃっていうのがイメージやん。はいはい、よく聞きますね。けど日本人はちっちゃいけどカチカチってイメージやん。マサトはどうなってんの？ああ、標準だと思うけど、ね。標準けど、メンバーにはこれ使われるのかな。メンバーにはよく玉がでかいって言われる。そっちに行きたい。あいや、わかんない。外国人が玉でかいって話はあんまり。今まで一番印象に残ってるライブってありますか？あ、最近っていうのもあるけど、なんかブレアの2日目はやっぱみんなが、俺らがトラブって、でみんなが漫談みたいなのを YouTube でたまに出てくるんですけどさ、なんか、あ、マジで、なんかミルクボーイの漫才みたいなやつのタイトルついてる。あ、そうっす、ね、YouTube でめっちゃ上がってるけどな。マジで。うん、ブレアフェストちゃうか。そうそうそう、なタイトルになってる。1時間ぐらい音が出なかったんですよ。そうそうそう、そう、ブレアフェストでコールドレインの出番の時に1時間ぐらい音が出なかったんですよ。もう終電もあるから、みんなお客さん帰らないとあかんから、ちょっとあれこれ帰るかもと思った時に俺とまあ出て行って、それでちょっと漫談して時間を稼ぐっていうことをやってたんですよ。あれ終わってもう俺ら行ったやんか。そしたらもう細見さんが、お前らは本当の友情を持ってるな、感動して、俺よく行けるな。あの時裏で俺らは超必死だったから、全然みんなが何話したか分かんない、だからすげえありがとう、すげえありがとうって思ってステージ立ったけど、終わってその収録された映像を見て、何してんのって言って、おっぱぶとか言い出した時にこいつら何してんの。おっぱぶを言わなあかんぐらい追い込まれとった。あー、やったんですね。あのステージの上だったらそれぐらいってことやったら、もう言ったったらほんまに助かった。いや、やっぱちょっと絶対聞けない系インタビューなんで、そうやね、やっぱちょっとね、やっぱ嫁さんのこと聞きたいっすね。今回動画待ってましたよ、これはね、はなちゃんね、なんて呼ばれてるんですか？俺ね、名前で呼ばれたことがほとんどなくて。え、そうなの？そう、なんか恥ずかしいみたいで、おじさんって呼ばれてる。何それ、新しいね。おじさん、おじさんって呼ばれるの？そう、結構悲しい。やっぱ家でも、いや家でもっていうか、そうだよ、ずっと二人きりでってことだよね。そう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 、ええー、ほとんど呼ばれたことないかな。マジで、うん、まさとくんとかまさととか、ないないない、おじさん、おじさんで出会った時から。そうだね、出会った時はもちろんおじさんとは呼ばれないけど、だっていまだに多分携帯にまさとさんって入ってて。おー、そう、照れてるってこと多分。
それはそれで可愛い。な、可愛いな。でもなんか俺二人の時よく見るけど、二、うん、人喋ってる時ほんま喧嘩してるみたいに喋んねや。なんかいやこうって言ってんじゃん。それは喧嘩してんの？いや、してないんです。してないんです。通常。そこそこママの結婚式の時、はい、マサトが運転してくれて、うん、でマサとハナちゃんって前で座ってて、俺とタカ後ろに座ってて、二、うん、人がずっと、いやさっきのとこ右って言ったじゃんだから、いや 俺見てんだよちゃんと、とかってめっちゃなってて、俺とタカ、え、これ喧嘩してるよな、どうする、止める、とかなってたけど、全然喧嘩じゃない。海外の血が騒いでるの。気をつけて。俺でもあの感じすごい好きやねんな。でそのおじさんが、うん、ちょっとハナちゃんにプロポーズどんな感じで来たんですか、うん、それね、はい、これはねやっぱね聞いとかないとね、これは聞いとかないとね、長い長いけどいい、お、長い長い、長い、そんな細かくいい、だから長く話してください、ぜひ、なんかサプライズすると失敗する挨拶すごいあって、うん、俺昔とか、うん、なんか高校生ぐらいの時になんか夏の思い出作りたくて、友達ともうみんなでやったことねえぐらいの花火やろうぜっつって、うんうん、花火の問屋行って花火買い占めてやったら、もう問屋で買える花火ってさ知れてるんだよね、うんうん、何の感動もなくて上がるやつで、はい、ちっちゃい一発とかが4000円とか5000円とかしてちゃんとした旅行に行ったことなかったから、はい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 、フランスに行こうってなって、おお、いいね、でフランスパリロンドン、うんうん、の旅みたいなのを計画してて、うん、いいですね、そう、その時に俺アナの友達からなんか昔そういえばこういうプロポーズがいいみたいなのを画像で上げてたのかい、インスタかなんかで、はいはいはい、そういう情報を得たんですか、 それを情報をもらって、はい、で物があって、うんうん、その物を買っといて、で、まあ、パリに持ってって、まあ、ずっとねいろんななんか隠し持って、うん、それバレたもんね、でそれもじゃあどう言うのかっていうのもなんかまあいろいろパリで言うっていうのを思ってたんだけど、なんか半分のノープランだったのね、うん、そこは、うん、で自分でもずっとちょっとそわそわしてたでもう結構そこそこの期間行くから、なんか一泊だけ、最後の一泊だけ向こうがなんか行ってみたいって言ってた、すごくすごいいいホテルを押さえてた、はい、そんなになんていうの超豪華旅じゃなくて、まあ、うん、節約とかもしつつ、はいはい、なんかいろんなとこに泊まったりして行ってたんだけど、なんか序盤でなんかこれなんか欲しいみたいなカバンを見つけてたの、うん、ああ旅の序盤でね、それがなんかちょっとハンドメイド感のあるなんか、うん、あんま多分ここで買わなきゃないみたいな、売ってないやつ、俺それサプライズで買っとこうと思った、おお、だからいらないってみたいな、はいはいはい、はい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 、であえていらない感を出して、ああで何日か経った時に服を買ったんだけど、タグがついてたの、防犯タグみたいな、はいはいはい、だから俺防犯タグ取りに行ってもらうわ、取ってもらうわ、はい、機械がないと取れない、海外 のインクが出ちゃうから、はいはいはい、そのそれを、まあ、普通海外旅行だからさ2人で行くじゃん、そう、うんうん、でも俺なんかもう疲れたでしょみたいな、 何日も旅してて、だからなんかゆっくりお風呂でも入ってなっつって優しい優しい、で一人でバーって行って、そのカバン売ってる店、初めて旅行で来てるフランスで知らない電車乗って、おーおー、ああそうだいぶ遠かったんか、その駅、あそのある駅にあるから、はいはい、でも結構遠くてホテルが、電車で行って、うん、カバン買って、おーでホテルの受付の人にご飯食べるときに、俺トイレ行くからその時にちょうだいって言って、そこのね、そのホテルがまた素敵で、うん、俺プロポーズするから預かっててくれないみたいな言ったら何も言わず言わず、海外やなすげえな、でホテルの1階で食べてたね、でご飯食べたらトイレ行くって言ってカバンもらって、それをご飯食べたら散歩してエッフェル塔行こうよっつって、近いから、おお、エッフェル塔じゃない、ごめんごめん、エッフェル塔じゃない、ルーブル、ああ、うん、美術館、そうそう、はいはい、を夜綺麗だから、ああね、こうっつって、だからコートにかけとく、カバンを、ああ、なるほど、ホテルの部屋の出発前に、そうそうそう、ご飯食べてる間に、花ちゃんが着るコートにそのカバンをかけといたの、かけといて中にそのプロポーズするためのものを入れとく、おお、でもこれもう着てんな、それこれ
って、そうやな。でご飯食べて、もうめっちゃそわそわしてる俺ご飯中。何食べたかも全然覚えてない。これがやばいのが、やっぱり失敗するなと思った瞬間がその後だったんだけど、うん、部屋に戻るってなった時に、まあ外見るじゃん。大雨。パリ大雨。いけませんこれ。多分いけないレベルで大雨で、やめとこうかみたいな。いやいやいや、もう傘借りてくるからみたいな。コートまでたどり着かないと、もう、そうやんな。その日はね、無理だから、うん、って言って無理やり開けたら気づかねえ。かかってんのに全然。うん、でなんかで 雨だし、あ無理、明日でいいんじゃんみたいになって。うん、で、いや俺めっちゃ肩が行くから。行く。今イガイガ言ってた口調で行くから。言ってたらやっとえとか言って。見つけたの。あで、めっちゃ喜んでて、全然中見ないの。うん、いや、中みたいな。ああ、そっかそっか。そう。で、まあ中見たら、まあそのまああのティファニーだから、青い あの独特の色。はいはいはい、はい。まあ感づくよね。うん、その瞬間。うんうん、したら、これ言ったら怒られるかもしれないけど、うん、そのパターンって言われたの。でこれ俺の中で一生いじるんだけど、俺プロポーズしサプライズして最初に言われたのが、そのパターンって言われたら俺の気持ち考えたくなる。いや、花ちゃんおもろい子やないか。いや、いい返しやな。そのパターン、ね、そのパターンって言われて、それがめっちゃおもろかったんだけど、うんうん、で、まあその後ちゃんとプロポーズして、うん、まあ、もちろん喜んでくれて、おそうなったんだけど、いやー最高やな。そうしてめちゃくちゃロマンチックやね。ねっ、そうしてな。でもほんまにロマンチックやし、嬉しいし、うん、優しいよな。いいよね。いや、でもそれ、うん、まあ待たせたから、あプロポーズをね。そうそうそう、そうそうそう、うわー、これもうガン上がりやで評価なあ。確かに、うん、これはいい、ね、でかいとか言っちゃったけどさっきも。肝ったまがでかいですね。肝ったまがでかいでしょ。うん、素晴らしい、うん、これはいい話を聞かせていただきました。こっからちょっとお客さんの質問も入ってくるんだけど、結婚式の思い出ってあります？まあ、おばあちゃんが踊ってくれた。あ、あそこよ。フラダンサーなんだけど、あそこハイライトやわ、絶対ね、うん、俺は太もも、おばあちゃん、俺新潟のおばあちゃんが90、その時は98かな、来年の、やばくない？97か、来年100歳になるんだけど、へぇ、そうそう、で、おばあちゃん75ぐらいから、うん、フラダンサーやってるの。75から。で、俺も絶対結婚式で、踊ってほしいっつって、うんうんうん、そう、おばあちゃん踊ってくれて。俺は結婚式の思い出は、それが一番でかい、うん、あー、それぐらい、もうすごい感動して、うん、で、おばあちゃんがね、そのフラ踊ってる時に、うん、そのハワイの言葉でさ、うん、そのサモア語なのかな、あ、サモア語なのかな、分かんない、分かんないけど、ハワイの言葉で、うん、その歌詞を歌ってるのね。おばあちゃんがその踊りながら、うん、それを和訳して、うん、あの言葉を言ってた、うん、愛してるとか、うん、そういう言葉を言ってた。そしたらさ、みんな分かってないから、なんか俺のおばあちゃんがすごいそういう人だと思ってた。おばあちゃん、俺とかさ、俺と花見ながらさ言ってるからさ、なんかいきなりタカがさ、お前のおばあちゃんは女だとか言ってた。勘違いや。あいつ言ってた。もうすごい感情的に愛してるとか、そう、なんか離れないとか。あ、なるほど。そうそうそう、なんかこうやりながら突然愛してるとか言うんです。だから俺は感情が高ぶった時にいきなり言ってんやと思ってる。ああ、なるほどね。思ったことすんなら言ってるみたいな。あれハイライト、その98歳のおばあちゃんが立って踊ってるっていうだけでもうやっぱ泣けるの、すごいよな、めちゃくちゃ元気なんだよ、うん、あれは良かったな、そのハイライトだね。そうやな、これも頑張って花火上げた。そう、花火、そう、一番最後、うん、ほんまフェスみたいに、あの、マサトがあっち見てくださいって言って、はいって言ったら花火ドッサーって、かっこいい。あれか、そう、問屋で買ってきた花火の経験があったから、それがそれが最初にそこで成功したよ。分かってるなぁ。そう、でも本当に本当にそうで、夢だった、うん、なんかその、うん、
なんか自分の中でどっかで、うんうん、でまあ見積もり聞いた時マジ衝撃そうフェスじゃないからこれそう俺はじまたで花火上げてるから、はいはい、俺見ながらいくら万円おいくら万円こいつマジかよパスの値段が分かるもんなそっか結構上げてたからすごかった。最近買った一番高価なものは何ですか。最近買った一番最近、うん、そんな、うん、ないでーすこれもお客さんからの質問で、猪狩さんから電子レンジはもうもらいましたか。最高です使ってくれたか。使ってます、毎日使ってます。電子レンジあげたんですよ、その結婚祝いの。ああ、なるほど。そうそうそう、マサトって忘れっぽいよ、めっちゃ。俺、何が欲しいって言ったら電子レンジ欲しい、うん、花ちゃんも電子レンジが欲しいって言ったから、うん、じゃあ俺型番送っといてなって言ってんのに、うん、全然送ってけんのよ、うん、で、こうやって対話するたびに型番はって、ああ、送る送るみたいなあってでも送ってこないでこれ 3,4 回やって、うん、で俺ズーム飲みしててマサトと、うん、で俺とマサトで後ろに花ちゃんが通った時に、だから電子レンジの片側に続くんのマサトって俺ちょんって言ったら花ちゃんがまだ送ってないのめっちゃ怒られたからめっちゃ怒られたなんで送ってくれないのなんかね、人からなんか買ってもらうってなんかさ気まずいじゃん、なんか。いや、いいよそうそう、いいんだけどちょっと気まずかってない全然いいんだけどなんか、そうだね、めっちゃ怒られたあれめっちゃくれるって言ってる人に失礼だよそうそうそう、俺あれめちゃくちゃ笑ったわ俺ん家に2人で取りに来てくれましたあ、これなんか結構ピンポイントやけど、ドラムの勝間さんとの中学時代の一番印象に残ってることは何ですか。ああ、そういうのいいな、うん、中学から一緒だね。いっぱいあるよ、勝間の話なんて印象に残ってること、印象に残ってること、え、どれくらいぶっ込んだやつがいいのかな。いや、全然どれでもいいよ、うん、許せないことは1個あって、はいはいはい、バスケ部だったのね、俺、はいはい、で、普通の外履きの靴をめっちゃ体育館で使ってた。はいはいはい、運動靴を勝つ魔法やからな。しかもさ、俺が開けた古いバッシュだったの、うん、で、それをだから俺、お前からもらってバッシュ入ってきたぜみたいなもう、砂利がさ入ってきたぜコート走ってて、こいつ殺すぞ体育館はな、ジャンアウトやからそう、うん、マネージャーが途中から入ってきた、うん、あのマネージャーが増えた、うんうん、でそのマネージャーの子を勝間が好きだった、不純な理由で入ってきて、うん、そのなんていうのコートに対する敬意のまさ、はいはい、それは一個許せない。なるほどね、いまだに身に持ってる反省点で、後にそのマネージャーのことを俺が付き合っていく。うわぁ、勝間が踏んだり蹴ったりすごいな勝間かわいそう結構すごい話ですね。しょうがないよ、でもしょうがないし、好きになっちゃう、仕方ない、それはしょうがない仕方ない、仕方ない。で、勝間にこれ言った、うん、付き合って、まあこれ勝、まあ、勝間も好きだったっていうのを知ってたから、うん、俺、好きになってで、告白して付き合うことになったからっていうのを言ったよね、勝間に。うんうんうん、泣かすなよかっこよかった。かっこいい、勝間かっこいいじゃん。すごいよね、それ。この話は勝間に確認して。面白い、それめちゃくちゃおもろい。めっちゃ。でもそれを乗り越えた上で、それを乗り越えたっていうか、うん、そういうこともありながらずっとバンド組んでる。確かに。そうね。すごい話やね、今の、うん。人生最後のライブの最後の曲は何ですか。ファイナルデスティネーションだ。それやって、俺も言ってくれと思ったもん。そうやな。いやでもそれやっぱテンション上がるな。そうやね、思うわ、ん、しかないかな、うん、でもさ、こんなに初期の曲がさ、うん、今でもこんなに語り継がれる曲ってなかなかなくない、うん、そうやな、想像してなかった、ね、
だんだんみんなやっぱ新しいアルバムばっかりやっていくようになるのは多いやんか、うん、でも最初のアルバムだろ、うん、それが今でも1曲目でも最後の曲でもどこでやっても爆発するわけ。そうだね、それってなかなかね、それは結構あれかな、誇りに思ってることかもな。猪狩さんの好きなところと嫌いなところを教えてください。まあ居心地がいいよ。おお、いいですね。ああ、いいね。そんなに出たね。ああ、それは。前田と違って。ね、前田と違って。まあ、全然言ってこなかったから。動画上短くなってるけど、全然思いつかってなかったからな。あの時間長かったよな。出てきたと思ったら、細身。そう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 。あ、それは嬉しいな。俺も思った居心地いい。あん、なんか、結構気使ってないから。ああ、俺も。うんうん。機嫌悪い時に機嫌悪く入れるし、あ、なるほど、すーごい出せるっていうのがいいよね、うん、入れる入れる、まあないと思うけど、嫌いなところ、うん、なかったらなかったで、全然嫌いなところあんちゃんか、お、でも、あんまない感じなのかな、そうやな、ないかな、あ、嬉しい、あ、ないってことやね、だからすごい、いいやつやな、ちょっと嫌いなところないけど、ムカついたことは結構でも以外の場合は結構ちゃんと言ってるかも、なんかその喧嘩みたいなとこはないけど、うん、はっきり言ってるの、言われる言われる、うん、あれないよみたいな、うん、あれやだみたいな、そういうのは言ってるかも、うんうん、で5分ぐらいで終わるの、うん、いいよ、すっきりした、すっきりした、うんうんうん、自分がどんなバンドでも加入できるとしたら、うん、どのバンドに入りたいですか？ああ、俺最近なんかそれどっかで聞かれて、ほう、うん、別のバンドをやるな、うん、でも俺リアルにトリプラックスが回ってても思うけど、俺ヘイみたいなバンドで歌ったら楽しそうだ、あ、そうなんだ、そう、だから今カリフォルニアやらせてもらって、うんうんうん、でちょいちょいやらせてもらってるじゃん俺、うんうん、でやっぱなんていうの、ドーンってしてないし音が、うんうん、低い音じゃなくて、あれくらいの、なんていうの、パンク感とポップ感って、ずっと俺好きで聴いてきた音楽ではあるけど、やったことがいっぱいないから、歌った時にすごい気持ちいいし、ポップパンクやりたいって答えたし、なるほど、なるほど。なんか、やりたい。嬉しいね。おー、そうなんや。結構、結構これはガチで。もう1枚ぐらい作りたいわ、俺。もう、まさとのボーカルで、みたいな。一回やりたいな、予選は楽しみに撮っとこっかな暇になったらやろうじゃあちょっと最後にね、はいはい、やっぱ皆さん聞きたいと恒例のね、はい、恒例のね、うん、やっぱ過去のね、うん、最高月収を聞きたいんですよ、うん、まあもう言ってたけどいろんな形式でお金をもらうわけじゃないですか、うんうん、でもマサトはオーバーオールっていう服のブランドもやってるわけです、うん、ああなるほど、ね、だからその服のブランドのめっちゃ売れた月と、はいはいはい、アルバムが売れた月とかがもし被ったらよ、うん、重なったら、ね、これ多分とんでもないことになると思うのね、うんうんうん、ちょっと教えていただけますか、いけ、うん、過去の最高でした、いやまず、はい、でもブランドの一個忘れちゃいけないことって、うんうん、まあ自分でやってるから、うん、ブランドってまずマイナス、でっかいマイナスがあって、これもうアルバム作る時と一緒じゃん、はいはいはい、ツアー回る時もその、うん、でっかいマイナスがあって、ちょっとある意味投資があって、うんうん、で、またじゃあそれを買ってもらって、その取り返して、でっかいくらやで、それが次のまた制作に、まごまごするな。だからで今までので、で、最、うん、いっぱい重なってだよ。うんうんうん、いっぱい重なって、うんうんうん、全部重なって、はい、うわ、ん、ー。知らなかったな今のは。怖っ。いやちょっと、嘘マジか。あれ俺想像よ、いや全然想像しなかった、これはごめん、やばい、マジで、いやもうね、ただただびっくりした俺は結構ビビったよあれもう全部の俺の収入源がたまたま1個の月に固まった、はい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 、で、でもうその次の月なんで普通に、おー、そうだからもう今の2つは全然違う学部やから、いやー夢ある話聞かせていただきましたね、すごい、夢与える仕事やな、やっぱちゃかっとしてほしい、
絶対に使います。あ、まあそんなところかな。うん、そうやね。うん、たくさん聞けたし、うん、俺次は、前マーの時も言ってたんけど、アリちゃん出てほしいなって言ってたんけど、もし花ちゃんが出てくれるよって言ったら、マサト的には OK なんですか？まあいいんじゃない。おー、グータンヌーボ的な感じになるんだ。花ちゃんと、いかに三者面談みたいな。いや、それちょっと俺やりたいな。面白そうやな。うん、その辺も交互期待してください。はい、じゃあ今日はコードレーンからマサトでした。ありがとうございました。